流れも作りながら最終的には石油に依存しない日本の国家を作ることそれから食料は100%自給するべきであることそのことを僕はやっぱり町づくりの中で一番重点を置いてやってまいりました、まあ、そういう意味でまあ歴史を勉強するっていうことは非常に大事なんですね。で今回まあ我々はあの日々山大国の会を3月11日に立ち上げて つまり今回の震災並びにその後の原発この原発のがはるかに大きなこれから損害が出てきますし日本の国家存亡の問題になると思いますがこのことによっておそらく東京一極集中が終わるでしょうね地方文権の時代になっていくと思いますしその中でい、まあ、わば我々はあのおいでん製岡山ではやまあ大和朝廷が失敗したなと <laughs> まああの天皇陛下には悪いですが、そういうことではないかと。 じもともと吉備が山形大国だったんだからまあ山大,大国の時代の再生一致の時代をこれからまた日本は作られないけんのんじゃないかなとただ大和朝廷を作ったのは多分吉備の勢力だろうというふうに思いますで実はあのこの中にですねこれ前あの近重さんからいただいたねこれ2ページ目の裏ですねこの文化という2ページ目の裏のところに春成先生とね岡田屋の出身の人が卑弥呼は吉備出身かと書いてます こ穀學会のですね、重鎮がとうとう書いたなと。でまああの、まあ、数年前に私も会社が潰れてですねちょっとあの、まあ、ラクダを専業にしたわけですが、まあ、大学の先生でもなって潜り込もうかなと思ったんですけどもあるシンポジウムで,ですね、えー、最近まあ教大の教授になった重鎮になったんですねまあ私から言ったらまあ,あのまだ駆け出しの教授という感じがするんですけども、ね。<laughs> 彼が招いてて、くれて京都でその時にまあ僕はちょっとこう国交省の若い官僚にですねか、まあ、みついたんですね打ち合わせの席でかみついたら「お母さん国交省の人にそんな言い方はなかろう」ってその兄弟の教授が言うわけですよ。何日負けたいことを言がん思ってね思ったんですね、まあ、まあよう言うわ思ってその時ピカッと来たらこの重鎮今重鎮の先生になっとるんだけどやっぱり。 国交省の腰巾着ななんじゃない、まあ、最近あの原子力村とかねやっぱりね見てるとその結局そのまあかなり要領がよくなかったら当時の教授や兄弟の教授にはなれないわけですねで大体その先輩の教授の覚えをめでたくなきゃ大体なれませんよねで学会っってのはは今日本なそうなってますよだからノーベル賞級の学者たちがどんどん日本から逃げているのは実態ですね。 特に東大にはノベル賞がっていうのはむしろ官僚養成機構として作られたようなところがありますし、まあ、私は経済学部ですけども経済学部でしたら初めからもうその大企業に行ってですね官僚たちと仲がええい,いうところを持ってそういうのをいろいろこう、まあ、例えば財務省の同級生が行ったらブターン言うてね銀行の担当者の中で財務省担当を作るとかね。 まあ、そ,そういうふうに考えたら私も今あの前の環境大臣の小沢咲人っていうのはクラスメートでしたしそれから財務省の主計局長をやってるマナゴ君っていうのはこれはなかなかええ男でねこれはもう能力もあるけど面白い男なんですけどこいつが今主計局長とかねみんなマージャンやってたら僕のが強かったなとかねおそうするとマージャン強かっただけで逆に一目置かれたりするわけですからそういう意味で、まああのまあ、東大なんていうのは言うなら官僚組織とともにあるわけですね。 大学の先生もそ,そこに都合のいいような人が選ばれていくみたいなふうになってるわけですねだからまあそういうことを知った上でやっぱり政治も見ていかないとまあ本当にダメなんじゃないかなというふうに思います。でさてまあ,あのこういうそ,のそうは言い,いながらですねこの岡大の岡出身の方がこういうことを言うたとこれすごいことです。 2、えー、のほど前に一関さんに言われて「まあ備邪馬台国説やろうと」と僕はそれまでそう思っていたわけでもないんですけどむしろ幽略天皇の時代西暦で言えば450年から80年ぐらいのことをずっと研究してきたんですけどもただ大学時代からんであの備の古代史っていうのはやっぱり、えー、おかしいなと思ってたんですね。何がおかかしいい山古墳っていう 日本で4番目に大きい全長3 6 0ーもあるような古墳があるんですね岡山に。なのに天皇陵じゃないと。でまあ国学だけじゃなくてとにかく天皇陵っていうのはバカでかいと。仁徳天皇陵,陵4 8 6メー,ターとかね王神天皇陵が4 3 0ー,ター次の3番目が李中天皇陵で3 6 5メー,ター4番が造、えー、山古墳。 でその次が3 1 8ー,ーか何かの三丸山古墳でこれは金目天皇陵だと言われてますねで全部でかいやつは大体天皇陵ということになったんですねでその時代に一番大きい古墳を作ったやつがその時の一番偉いやつだと、まあ、それはまあ基本的に言ったらその経済力を表しているとあれだけの大きな山を作るわけですから,から大土木工事ですよね、えー、そういうものを作れるやっぱり政治権力まあ金もあると。 技術も乗っと,るということですからそれは当時最大の権力者であるというのは、まあ、今でもそれはねやっぱ豪邸を建てますわねベネッセの会長が大きなね、あのー、本社を建てましたねそうしたら、えー、晴れをわったよに凌の社長はまたビル2つ建てましたね <laughs> まあそんなもんで、えー、まあ大体あの市長みたいな人も大体どこでも県知事でもね大きな市役所とか県庁を作ったりしたがりますわね。 ど,どの時代も変わらんわけでそれはやっぱり自分が生きたモニュメントとして作ろうとするわけですよところが作り山古墳だけ,ではだけは天皇陵じゃねえと高校時代からおかしいなと思ってましたなんでやと、えー、中学の時にあの実は小学校の矯正の先生と一緒に自転車で回ったことがあるですね最近ちょっと有名になったあの先祖古墳っていうね、えー、水が入ってなんか剥がれたみたいな話で出てますけども それも見たことがありますそれからつくり山古墳のそばに行ったら埴輪とか近所の人が見せてくれたことがあってそれが原点にあって、まあ、大学入った頃にですね、まあ、たまたまシルクロードのことをですね受験時期にシルクロードの歴史の勉強を始めたところから中国史にすごい興味を持ってでまあ勉強しているとつく山古墳とかは結局そのシルクロードの端に,に岡山があってその向こうに奈良があって古墳がある でそういういとこだからまあ言うなりゃ、えー、瀬戸内海っていうのはシルクロードの端にあってそこを、まあ、ヨーロッパの方から道が通っとっていろんなものを運んできたその中には仏教もあったという中でそのまあ言うなりゃここはシルクロードがあったということですよ。瀬戸内海がどうのこうのという以前に瀬戸内海はシルクロードの端だったんですね。 でそういう中で、まあ、増山古墳が作られたあれは何じゃったんか、まあ、絶対おかしいぞと天皇陵じゃねえなおかしいけどその頃はよう分からんかったですねでその大学時代4年間僕は経済学部だったんですけどほとんど古墳の勉強ばかしでおりまして、えー、ほ経済学部だったけどもちゃんとあの考古学の授業を受けてですねでその頃、実はまあここにねこの最初のページにこれはもう10年ほど前に作ったんですけども えー、主な全国の古墳の大きさを平面図でこう,う表してみたんですね、まあ、こんなのを作るのが大好きでねこの図面描くの好きなんですよ鉄道模型やるからねでこうやって見ると最初のところにですね左の端に「吉、え、備、ー、下津道下道と書いてある「縦てき」と書いてますねこれがですね弥生墳墓というんです岡山大学の近藤義郎先生っていうのが、まあ、地元の郷土史家に言われて発掘したんですね で、近藤義郎先生は古墳だと言わずに、弥生時代の墳丘墓と言い方をしています。だけど、このまあ結論から言うと、この立てつき遺跡が最初の古墳ですよ。この古墳,古墳というのは古墳時代という時代に。作られた古墳とを分母を古墳ということに今一応なっておりまして。 ここは弥生時代になるというので古墳じゃないということにまあ学会ではなったんですけどもただこの立てつき遺跡というのがですねまあ前方後円墳つまり古墳時代というのは前方後円墳というね丸いところと四角なところがある前方後円墳体制という時代これがまあすなわち大和朝廷の時代だというふうにこう言われてるんですね。 ところがそこのところが卑弥呼の時代とどうかぶるのかと卑弥呼はどういう時代かというと代、まあ、代表的な年代は年はというのがありますでこれから3ページ目のところからですね吉備、えー、大和帝国鉄はなぜ無視されてきたかというのがあるのでこの前後のちょっと歴史をですね、まあえー、2年ぐらい前から、まあ、近重さんに吉備大国鉄んやろう言われてちょっとまあ整理をしてみたんですねどういう事象があったかと。 いうことなんですが、えー、年この2ページ目のですね239年の11月、えーえー、238年の11月、えー、義の民定は卑弥呼に少書を持って真義和王姫子、えー、を卑弥呼と禁支樹を果樹と書いてました。そそしてその翌年年みたいなね年、えー、に えー、238年かな239年,23年ねでこの辺りの年号というのを、まあ、頭に置いてい,ていただきたいんですけど要するに卑弥呼が魏、えー、の民っていうところに使いを渡してハンコをもろってきたと金のハンコをもろってきたとこのハンコが出てきたらそこが邪馬台国だろうと思うんですが残念ながらまだ出てない、ね、出てないんですけどもこれがどこにあるかということですね。 ひょっとしたら岡山の小育井神社これはあの造山古墳と縦付遺跡の間にあるんですけどそこにあるかもしれませんねその辺り。だからあの辺え片端から掘ったらひょっとこの金印が出てきたらこれは間違いなくもう山大国いうことになるんですけどもまあそのこの239年という時この前後ずっと読んでいただくと要するにですねあのー、うん 和の女王卑弥呼というのが、あの。魏の民兵に使い渡したんだけど、ここでね、えー。この歴史学者たちが意外と政治音痴なんですね、僕から見ると。で、ここのね、魏の民兵というのは事実上、この時も実権はあまり持っていないんですよ。皇太子です。皇太子がまあ、要するにね、あの皇帝になった直後に。えー、使い渡した。で、その直前にですね。 孝孫、えー、氏というのがこれは落、あ、農、のー、とか、まあ、今のねき、えー、両東半島とか、えー、北朝鮮の辺りにあった孝孫氏というのがですね滅ぼされるんですね。でそれまで孝孫氏を窓口にして、まあ、要するにいろいろやり取りをしてたそのそ要するに窓口まあ言う,言うなら例えば小沢さんがいたら誰を話を通していくかみたいなね悲鳴読み教を通すのかとかね。<laughs> あるいは菅さんにほんなら行くのにな枝さつきを通すのか、ね、えー、他の民主党議員を通すのかって言ってで誰を窓口にするかによって変わるじゃないですかそれもし菅さんに行くのに、えー、枝さんを通して話しちようったら菅さんが失脚したらどうしますったの人を通さなきゃいけんでしょうそういうことが当時もあったんですよ。で 滅ぼ、えー、されたからその義にその使いをやるとその時にうんだ誰を通したみたいな話があるんですねでまあ環球剣という人が出てきたりいろいろねいろんな人が出てくるんですでこれをね、まあ、要するに歴史学者たちがねあのやっぱり今の現代の政治だってそういうふうにちょっと考えれば分かることで誰と仲がいいかによって違うじゃないですか。 でまあ、いろいろあのこれからあのお中元のシーズンになったらいろいろお中元上げて毎年上げようとたらなかなか文句が言になったりするようなもんでこの「使いを出す」というのは誰,に誰を通して使いを出すかと非常に大事なんですね。でよし今そう失脚したらほんなこっちという場合もありば両二股かける場合だって三股かける場合だってあるじゃないですかそういうことを当時もやってるわけですよそういうふうなものの見方をしていくといろんなことがよう見えてくるわけですね。でそれには